富山ブラックサイダー飲んでみます。なんか醤油味だとかっていう話なんですが、どうでしょう。はい、じゃんけん。はい、醤油とは、醤油味って書いてなかったかな。美味しいです。美味しいけどコーラでもないですね。ご当地ラーメン富山ブラックやみつき感は濃い醤油、これわかんないな。あ、胡椒。なんかね、喉がピリピリするんですよ。なるほど。胡椒と、胡椒、本当に胡椒、ちょっと字が小さくて読めませんが、後で。なんだろう。全然リポートになりませんでした。まあ、美味しいです。今ですね、この、22歳まで生きたチョキという猫のですね、動画、過去10年前にアップしているんですが、そちらのまとめ作業をですね、やっています。チャンネルジャンポンという、チャンネルの方で、アップしようと思って今頑張って編集中です。はい。そんな時もジャン君はここで甘えています。はいはい、ポンちゃんも甘えに来ました。これはジャン君に対してでしょ。はいよ、いいよ。はい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 、あれ、はい